あれサイズ違うの、これは。サイズ地味に違うんだ。これがこたつの温まる部分ね。いいねいいね、あったかい。めっちゃいい。こんにゃくくらい透き通ってるわ。バカリサだよ、セアリスチャンネルです。はい、今日はね、部屋改造企画第3弾ということで、カメラにね映ってるこのたくさんの段ボールを開けてもう置いてく作業になります。まず何からいくの？勉強机。え、っていうかさ、机どれ？机？これ。え、こたつって書いちゃってんじゃん。おお、そうそうそう、なんかこたつで勉強しようかなって。え、いや、こたつ欲しがったのはわかるけど、これで勉強できるの？当たり前よ。え、これあれなの、床に座ってみたいな感じ？そう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 、まあ勉強したりぬくぬくしたり。椅子なくって勉強できるの？まあ全然法律に触れてないんで。できる。まあ法律には触れてないだろうけどさ。ああ、それでリサが大丈夫なのかっていう。あ、全然。まあそうなの。まあいざとなったらベッドがあるんで、うちには。どういうこと、どういうこと？ベッドで勉強するの？ベッドの上に座ってこたつの中で勉強する。なんだそれ。まあ最新。どうなんですか、こたつで勉強する中学生って。まあ、あ、昔の日本。おみかんとか積み上げてね。ああ、勉強してみかんの汁が飛び散って。まあでもこたつで勉強の良さが点数に響いてくると思うから、線を取り入れるべきやと思うよ。なるほどね。開けれる？すごいな。うわ、開いたじゃん。よくこれ2階に運んでこれたね。ここだ、縦に入れて、縦に。はい、ついた。えい、うわー、なになに、えい、映ってる？映ってるのかわからん。リサは映ってる。北枕とか南枕とか西枕とかいい、ね、西松屋とかもいいや。やばい、悩んできた。ベッドどっちにしよう。こっち枕にしようか。じゃあ、はーい、2、1。すごくない？やばい。いい感じ、いい感じ。テッドのお腹くらい気持ちいいです。やばいじゃん。この上に今まで使ってたマットレスを重ねる感じだよね。そう、解体して分別して捨てられるっていう、すごいエコな商品らしいです。いや、めちゃめちゃ寝心地いいよ。いい感じ。うん、落ちても大丈夫だしね。まあ確かに、前のベッドはそれが怖くて嫌だったんだよね。そう、すぐ落ちるからね。あと隙間が嫌なんでしょ、ベッドの。そうなの。あ、じゃああと30分後に起こしてくんない？あの、こたつ入りに行くから。は？何言ってんの。こっち長くなった。え、こっちちょうどいいけど。あれサイズ違うの、これは。サイズ地味に違うんだ。どっちがいい？頭の方がぴったりの方がいいよね。壁につく方がぴったりの方がいいっちゃ。そっちだ。じゃあそっちに合わせよう。せーの、うん、いいよ。ママの力だけで十分。これ結ぶやつかな。どうだろう、結ぶやつじゃないかな。いいじゃん、かわいい。うわー、これだけでもテンション上がるね。はい、この毛布なんですけど、はい、かれこれね10年くらい使ってる毛布で、もう結構ね、あの、色もダサいし、洗濯繰り返してるからボロボロ。そうなんだけど、結構重みとか気に入ってるところがたくさんあるんで、そのまま使いたくって、それを隠そうとなったので、こちら掛けカバーを買ってきました。これは布団用のやつだから、ちょっとつけられるかとかわからないんだけど、まあ毛布として使えるようにモフモフのやつを選んできました。カバーになってるらしいけど、どこから入れるの、これは。ここか。お、
一方通行や、一方通行、うん、よし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、生き返った毛布が、おーい、あーいいじゃん、3、2、1、てんてれれー、こんな感じになりました。結構ね白くなったよね、なんかカバーホイップクリームみたい、映ってんのかな、わかる、みんな。で、あとね、ここにデイジーとマリーちゃんをね置きました。ここのスペースにはちょっと目覚まし時計とか、まあ、スマホとかね置けるようにできたらなって思いますね。今ねちょっとスペース作ったんですけど、やばい、めっちゃ楽しみ、ハサミ必要や。やばっ、めっちゃリサの顔映る、もう映っとく、いや映らないこれがこたつの温まる部分ね。普通にこっちから見ると机って感じ。この天板を乗せるとこたつが出来上がるんですよ。で、おしゃれに天板は大理石調にしてみました。こんな感じで、よし、行けそう。手の方がこれ多分早いわ。段ボールの上にね乗っけて、これ足はめていこうかな、とりあえず。私はすごい今これがさしたい、暖かくしたい部屋を。だからまずこれからいきます。危ないからちゃんと読んで理解した方がいいかも。火事とかにもなっちゃうから。え、とんでもないもの手に入れたことだつけっぱなしとかね、低温やけどとかもあるしね。ジャックから今日調査できるんだらしい。なんか変な音鳴り始めた、ウィーンって。え、温め始めた、温め始めか。え、これ足入れてみようかな、燃えるかな私の足大丈夫でしょ。あ、ちょっと温かい、もうなんか、たし、あ、でも、あったかい、ほんわり、ほんわりあったかい、あ、ほんとだ、あったかい、ほんわりあったかいやんな、あったかい、あったかい、てか普通にあったかい。これでジャックなの？これでジャックらしい。あ、パキパキいってんのはちょっと怖いなあ、でもそういうもんやな。で、布団は？布団は、さっきからずっと映ってるこの段ボールの中に入っておりまして。どんなお布団になるの？やっぱおばあちゃんみたいな感じ？いや、白買ってみたいよね、白。おしゃれ、何それ。白こたつって今そんな感じなの？そう、なんかこたつを TikTok でググったら48のこたつさんも出てきたんだけど白色のおしゃれなこたつばっかり今、やばい。だから私もちょっと似たようなやつみんなパクらせてもらった。実はこれね、丸いんですよ。丸型のこたつに丸型の毛布っていうことですね。はい、つけてみます。このベッドにね、寄りかかったりしながらこたつに入りたいので、ここら辺にこたつを置きたいんですよ。でも床がね、このままだと硬いんで、まずね、カーペットを敷いていきたいと思います。実はスタジオから盗んできました、このめちゃめちゃモフモフの、やばいね、モフモフだらけになっちゃったんだけどみんな見たことあるかな、映ってたかなみたいな感じのところにあったやつ。うわ、大好きなんだよね、うちこのニトリさんのウサギラグ。そう、1階にもあるんだよね。1階もずっとこのウサギラグ、色違いね。そう、でこれちょっと洗濯してくれたらしくて、うん、綺麗になりました。かわいい、めちゃめちゃモフモフしてる。はい、こんくらいちゃう、位置的に。すごっ、めっちゃすごい、私ここだったら勉強はかどるよ天板忘れてるさあね、このモフモフじゃ勉強できないから、さすがに天板を。結構重いから全然浮かない。すごい、すごくない、やばい、わ、楽しい、かわいい、いや、めちゃめちゃ可愛い部屋になってきた。うわ、今ヒーターつけてないんだけど、残念なことながら。
つけようか。え、つけてつけて。ヒーター。オン。あ、こっちか。じんわり。じんわり来てるかも。この毛布とかもね、どっか、まあ、クローゼットの上とかにしまって普通に机としても使ってもいいし、みたいな。めっちゃ良くない？めっちゃいい。暖かくなってきた？暖かい、めっちゃ。太ももがじんわり暖かい。もうここで漫画読んだりゲームしたり、スマホいじったり。今日の放課後はここでやろうぜ。いいね、いいね。暖かい。めっちゃいい。全部白だから、めっちゃ広く映ってる。いいね、それ。うん、白、白最強。白最強。で、今日ちょっとね、最後にレース買ってきたんで、それをね、つけていきたいと思います。もうベッドとかこたつとか置いちゃった後はちょっと大変かなと思うんだけど、可愛いからちょっと見てくれ。めちゃめちゃトゥルントゥルンしてて、なんか麺作れそうなくらいトゥルトゥルしてんの。春雨作れる、マジ。こんにゃくくらい透き通ってるわ。やばい。こんな感じ。今ね、開けてるんだけど、閉めるとおぉ、こんな感じになって、うわ、綺麗。めっちゃいい部屋感、やばい。ここからここはできてるからね。で、実はまだね、この部屋完成じゃないんですよ。この辺にね、とあるものを置きたくてね、今頼んでるんですけど、届いたらまた開けてね、部屋改造第4弾やろっか。ここに何が置かれるか、お楽しみに。はい、ということでこれにて第3弾終わりです。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。ダン。